吹雪混じりの悲鳴が聞こえてきています。傘を差すのは諦めてお互いにこう捕まりながら歩いていきますね。それぐらいのもう強い風になってきています。非常に強い台風6号、沖縄本島は現在全域が暴風域に入っています。風の強さであの扉が外れてしまったんでしょうか。風によって外れている様子が分かります。うわ、強いですね。この影響で観光客の足はストップ。宿泊先のホテルから身動きが取れません。沖縄本島南部南城市に滞在中の小西さんは、私今南城市の知念岬のあたりのホテルにいまして、建物の横にいます。で、海がすぐそばに見えてます。今安全な場所にいらっしゃいますか？そうですね、建物の陰に隠れていますので場所は安全確保できています。横風、海風も非常にどこからも強い風が吹いているような状況だと思います。潮が満ちてきているような感じなんですけど、全然2、3日前とは全く違う海の様子で、風もすごくて、声もあまり聞き取れないような感じです。南城市では暴風警報、波浪警報、高潮警報が出ています。周辺のホテルでは普段はオーシャンビューの絶景が人気です。エメラルドグリーンの澄んだ海が目の前に広がるはずが、午後4時半には海は荒れ、波が高くなっているのが分かります。妻と子供2人と共に沖縄旅行に来ていた小西さんは今日大阪へ帰る予定でしたが、飛行機が欠航となり4日まで延泊するしかありません。昨日の夜は、2日分ぐらいの買い出し、飲み物とか、あとは自炊をしてますんで、パックご飯ですとか、今日明日は出かけなくても済むような感じにはしてます。今日はもうさすがにもう海には怖くて近づけない状況です。こちらは午後3時過ぎの国際通りです。この強いですね、風に翻弄されながら今傘が裏返ってしまいました。強い風が吹いてきています。この風に翻弄されながら観光する方もいらっしゃいますが、ちょっとこれではままならない状況です。大型で非常に強い台風6号、沖縄本島は午前10時に暴風域に入り始めました。風が次第に強くなってきています。こちら国際通りではこの風に翻弄されながら観光する方の姿、まばらではありますがあります。ただ通りの店はですね、ほとんどの店がシャッターを下ろしています。土産物店は開いているんですが、その隣の飲食店は店を閉めています。何食べたい？マックとか食べたい。マックも閉まってたもんね。台風6号は明日にかけ勢力を維持しながら沖縄に接近する見込みです。すでに糸満市の一部などに5段階の警戒レベルのうちレベル4に当たる避難指示が出ています。暴風警報が出されている南大東島、物流の滞りも深刻です。生鮮食品もお菓子もカップ麺などの保存食もほとんどの商品が棚から消えました。台風5号6号と相次ぎ、島には10日以上商品を運ぶ船が来ていません。住民の不安は募るばかりです。パンとか乳製品の方はもう足りないと思います。
この台風また停滞気味っていうことがあるので、早く船が入ってほしいなと思います。